っかり声かけてチームとして行動できるようなサポートができればいいかなという。ワンティーム、ワンミッション。そうですね、まあ、開幕から 10節終わって、一戦一戦戦うごとにチームがもっともっと一丸となってきて、まあ、守備の意識も攻撃の意識もどんどん高くなってきて、まあ、結果が上向きになってきたんじゃないかなというふうに思います。まあ、個人が、ね、どうこうというふうにはあまり僕自身はあまり考えないんですけど、やっぱチームとしてね、すごい守備の位置が高いおかげで、まあ、無失点になる試合がこの最近多くなってきているので、まあ、そういう意味では、チームの、まあ、守備の意識に感謝することが多いですね。好調になるところでは、やっぱり、まあ、チームとして、しっかりプレスかけるところで、連動して、チームとしてかけれるところが、やっぱ大きいかなというふうに思います。まあ、もちろんその、まあ、失点を少なくすることっていうのは、まあ、監督が望んでることだと思いますし、まあ、チームのサポーターが望んでることだと思うんですけど、まあ、それをどうやったらうまくゼロに抑えることができるのかということで、やっぱりしっかり声をかけてチームとして行動できるような、まあ、サポートができればいいかなというふうに思います。そうですね、特にホームで僕は第2戦のサンフレッチェからやらせてもらったんですけど、まあ本当に応援の熱さと、サポーターの勝利にかける思いというか、そういうところがすごい応援にね、すごい意気込みを感じるというか、そういうところがやっぱり僕の中では、ね、後押しされてるし、チームとしてもやっぱりそういうところで結果がついてきてるんじゃないかなというふうに思います。まあとりあえず一戦一戦ね、しっかり勝てるように、まあ、ベストなコンディションを作って臨むだけだと思います。相手がどうこうじゃなくてね、自分たちのサッカーがしっかりとできるように、怠けないでやることが重要じゃないかなというふうに思います。まあ夏になってくるとやっぱり気温も暑くなってきますし、やっぱ運動量っていうのはね、落ちがちになってしまうので、やっぱ戦い方だったりそういうところももっとスマートに頭を切らしてやっていければもっといい戦いができるんじゃないかなというふうに思います。次のセレッソ戦、選手は全力尽くして頑張ります。サポーターの皆さんも、全力で選手を応援してください。勝ち点3しっかり取りましょう。お願いします。ワンティーム、ワンミッション。